マリン・チリッチは、ユーゴスラビア・メジュゴリエ出身のクロアチアの男子、プロテニス選手。自己最高ランキングは、シングルス3位、ダブルス49位。これまでに ATP ツアーで、シングルス20勝を挙げている。身長198センチメートル、体重89キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。 2014年全米オープン男子シ,シングルス優勝者。2016年ウエスタンサザン、オープン男子シ,シングルス優勝者。2017年ウィンブルドン選手権男子シングルスと2018年、全豪オープン男子シ,シングルスで準優勝している。シリッチは7歳の時から、ドイツに住んでいたいとことともにテニスを始めた。ジュニア時代の戦績としては2005年。 全仏オープンダニシ、ジュニアシングルス部門優勝、同年の世界スーパージュニアテニス選手権、大会単覆優勝などがある。2005年に、プロ入り。この頃から、彼は、同国の先輩選手ゴランイワニセビッチ、マリオ・アンチッチのコーチとしても知られたボブ・ブレッドの、コーチを受け始める。デビスカップ2006からのデビスカップクロアチア、代表入りを果たす。この年は、 スイスオープングシュタードで早くも ATP ツアーベスト4に進出するなどの活躍があり、同年末にはランキングを100位台に乗せた。2007年には、チャイナオープンとサンクトペテルブルクオープンの2大会で、当時世界ランキング4位につけていたニコライ・ダビデンコを倒す活躍があり、シングルスランキング71位でこのシーズンを終えた。2008年は、 年初のチェーン内オープンでベスト4の好成績を収めた、あと、全豪オープンで4大大,大会に初出場した。この大会では1回戦で、第27シードのニコラス・ワルマグロを破って、波に乗り、一気にジェームズ・ブレイクとの4回戦まで勝ち進んだ。この年は、ウィンブルドンでも4回戦に進出し、アルノー・クレマンに3から6、5から7、2から6で敗れた。 8月北京五輪に、クロアチア代表として選出され、フェルナンド・ゴンサレスとの2回戦まで進出した。翌週に行われた全米オープン最後の、前哨戦パイロットペンテニスで、チリッチは、決勝で、大会前年度準優勝者のマーディフィッシュを6から4、4から6、6から2で下し、ツアー初優勝を遂げた。これらの活躍により、全米オープンで初めて、 第30シードに選出され、ノバク・ジョコビッツとの3回戦まで進出した。2009年ウィンブルドン選手権でのチリッチ2009年は1月のチェンナイオープンと2月の PBZ ザグレブインドアでシングルス優勝を果たす。この年は全仏オープンで初の4回戦進出を果たした後、全米オープンのベスト8進出があった。 4回戦で前年度準優勝者のアンディ・マリーを7から5、6から2、6から2で破ったチリッチは続く準々決勝でフアン・マルティンデル・ポトロに6から4、3から6、2から6、1から6で破れた。2010年ややせるチェンナイオープン決勝でスタニスラス・ワウリンカを破って大会に連覇を達成。この後チリッチは全豪オープンで 初のベスト4進出を決めた。4回戦では、前年の全米準々決勝で敗れたデルポトロを、5から7、6から4、7から5、5から7、6から3のスコアで倒し、準々決勝では、第7シードのアンディロディックに7から6、6から3、3から6、2から6、6から3で勝って、上位シード選手を2人連覇した。初進出の準決勝では、 アンディマリーに6から3、4から6、4から6、2から6で敗れ、決勝進出を逃した。全豪オープン終了後、チリッチは、世界ランキング10位に入り、初の世界トップ10入りを果たした。2011年7月の地元クロアチアオープンでは、単クで決勝に進出。シングルスでは、アレクサンドル・ドルゴポロフに4、6、3、3、6、 ロブロゾブコと組んだダブルスでも、イタリアのボレリ、フォニーニ組に36、75、7 0で破れ共に準優勝となった。10月のチャイナオープンでも決勝に進出したが、トマーシュベルディハに63、46、16で破れた。10月末のサンクトペテルブルクオープンの決勝で、ヤンコティップサレビッチを63、36、62で破りツアー6勝目を挙げた。 2012年6月の英語に選手権では、ダビド・ナルバンディアンの失格により7勝目を挙げた。地元でのクロアチアオープンでは、マルセル・グラノリエルスを6-4、6-2で破り8勝目を挙げた。ロンドン五輪で2度目のオリンピックに出場した。シングルスでは2回戦で、レートン・ヒューイットに4から6、5から7で破れた。イワンド・ディグと組んだダブルスではベスト8に進出している。 全米オープンでは3年ぶりのベスト8に進出した。準々決勝ではアンディ・マリーに63、67、26、06で敗れた。2013年5月の BMW オープンでのドーピング検査で禁止薬物に陽性反応を示した。9月に2014年1月末まで9ヶ月の出場停止処分を受けた。チリッチは スポーツ仲裁裁判所に異議を申し立てて4ヶ月間に短縮され11月の BNP パリバマスターズから復帰した2014年よりチリッチは母国の先輩ゴランイワニセビッチをコーチに迎えた地元の PBZ ザグレブインドアやデルレービーチ国際テニス選手権で優勝し復調を見せたウィンブルドン選手権で3回戦で 第6シードのトマーシュベルディハに7から6、6から4、7から6で勝利し、自身初のベスト8進出。準々決勝でも第1シードのノバク・ジョコビッチに、1から6、6から3、7から,から6、2から6、2から6と敗れるも前線した。続く、北米マスターズに大会でも前線し、第14シードで、全米オープンを迎えた。 全米オープンでは4回戦で、ジルシモンに5から7、7から6、6から4、3から6、6から3で4時間13分の激闘の末勝利して、ベスト8進出を果たすと、準々決勝でベルディハを6から2、6から4、7から6で、準決勝で、ロジャー・フェデラーを6から3、6から4、6から4といずれもストレートで下し4位大大会では、 自身初の決勝進出。決勝では、第5シードのミロシュラをニッチ、第3シードのスタンワウリンカ、第1シードのジョコビッチを撃破してこちらも、自身初めて、グランドスラム決勝に進出した西コリケと、互いに初優勝をかけて対戦し、6から3、6から3、6から3で破り、グランドスラム初優勝を果たした。大会後のランキングで9位に浮上。 さらに10月13日付のランキングで自己最高の8位に浮上した。その後、調整のため休養に入り、10月中旬から開催されたクレムリンカップに出場。決勝まで順調に進出し、ロベルト・バウティス・ターグートに6 4、6 4で破り、この年4勝目を挙げ、自身初の ATP ワールドツアーファイナルズの切符を手に入れた。 ATP ワールドツアーファイナルズでは、ジョコビッチ、ベルディハ、ワウリンカに敗れた。年間最終ランキングは9位。全豪オープンは、肩の怪我のため欠場。3月の BNP パリバオープンで復帰。4月のモンテカルロマスターズで、マスターズでは、約2年ぶりのベスト8。全仏オープンでは3回戦までストレート勝ちで5年ぶりの4回戦に、進出するも、 ダビド・フェレールに、ストレート負けした。ウィンブルドン選手権では2回戦で、リチャルダス・ベランキスに6から3、4から6、7から6、4から6、7から5のフルセットで、3回戦では、ジョン・イズナーに7から6、6から7、6から4、6から7、12から10の、日没サスペンデットを挟んだ接戦に勝利など、厳しい、勝ち上がりながら2年連続のベスト8入り。 準々決勝では、第一シードのジョコビッチに6から4、6から4、6から4でストレート負けした。8月のシティオープンでは準決勝で西コリ・ケイ昨年の全米オープン以来の再戦し、6から3、1から6、4から6で敗れた。前回優勝の全米オープンでは準々決勝で、ジョー・ウィルフ・リード・ツンガに6から4、6から4、3から6、6から7。 6から4で勝利し、2年連続の準決勝進出。準決勝で、ジョコビッチに0から6、1から6、2から6で完敗した。10月のクレムリンカップでは、決勝で、ロベルト・バウティスター・グトを破り連覇。全豪オープンでは3回戦で、ロベルト・バウティスター・グトに4から6、6から7、5から7で敗れた。2月の南フランスオープン。 ABN アムロ世界テニストーナメントでは、それぞれ2回戦でアレクサンダーズベレフ、準々決勝でフィリップ・コールシュライバーに敗れた。オープン13では決勝でニック・キリオスに敗れた。3月の BNP パリバオープンでは4回戦で世界ランク10位のリシャール・ガスケに勝利し、ベスト8に進出するも、準々決勝でダビド・ゴファンに敗れた。 4月からのクレイコートシーズンは怪我のため欠場を続けていたが、ジュネーブオープンで復帰。準決勝で、ダビド・フェレールに7から5、7から5で勝利し決勝進出。決勝では、スタン・アウ・リンカに4から6、6から7で敗れ、準優勝となった。大会後の世界ランキングで10位に復帰。しかし全仏オープンでは、初戦で、マルコ・トルンヘジーティに6から7。 6から3、4から6、2から6で敗れた。ウィンブルドンでは3年連続ベスト8に進出。準々決勝で、ロジャー・フェデラーから2セット選手し、第4セットでは3度のマッチポイントまで追い込むも、7から6、6から4、3から6、6から7、3から6で敗れた。7月に、ゴランイワニセビッチとのコーチ関係を、解消、八月。 ヨナスビオルクマンをコーチに迎えた。リオ五輪のシングルスでは3回戦で、ガエルモンフィスに敗れた。翌週のシンシュナティマスターズでは3回戦で、第6シードのトマーシュ・ベルディハに勝利。準々決勝で、同じクロアチアのボルナ・チョリッチが、第2セットで棄権し、自身初のマスターズ1000ベスト4に進出。準決勝で、グリゴール・ディミトロフに4から6、6から3。 7から5で勝利し、マスターズでは、初めての決勝に進出を決めた。決勝では、アンディ・マリーに6から4、7から5で勝利し、マスターズ初優勝を果たした。全米オープンでは3回戦で、ジャック・ソックに4から6、3から6、3から6で敗れた。上海マスターズでは、シングルスでは、初戦敗退したが、ダブルスではマテパビッチと組んで、 ベスト4に進出した。スイスインドアでは、決勝で西コリ K26 から1、7から6で勝利し、ATP ワールドツアー500シリーズ初優勝を果たした。続く BNP パリバマスターズでは3回戦で、5ファンに初勝利を挙げ、2年ぶりの ATP ワールドツアーファイナル出場を決めた。準々決勝では、ジョコビッチに15回目の挑戦で6から4。 7から6で、初勝利を挙げた。準決勝では、ジョン・イズナーに敗れた。ATP ワールドツアーファイナルズでは、マリー、スタンワウリンカに敗れるも、第3戦で西コリケに勝利し、ATP ワールドツアーファイナルズ初勝利を挙げた。デビスカップでは、クロアチアのエースとして起用される。1回戦の前回準優勝国ベルギー戦では、第1試合で、 ヒマーコッペアンスに勝利するが、相手のエースゴファンに4から6、4から6、6から3、7から5で敗れたが、第5試合で、チョリッチが勝利し、クロアチアは3の2で勝利した。準々決勝のアメリカ戦では、第1試合で、ジャック・ソックに4から6、3から6、6から3、6から4、6から4で逆転負けし、クロアチアも0の2で追い込まれた。しかし、 第3試合のダブルスで、イワンド・ディグトー組んで起用されると、ブライアン兄弟組を6から2、2から6、6から2、6から4で勝利。第4試合では、相手のエースイズナーを7から6、6から3、6から4で勝利。さらに、第5試合で、チョリッチが即に勝利し、クロアチアは逆転で準決勝進出を果たす。準決勝のフランス戦では、第2試合で、 ルカプイユに勝利。第3試合では、ドリグと組んで、世界ランク1、2ペアのエルベール、真クミに7から6、5から7、7から6、6から3で勝利を挙げる。第4試合でも、リシャールガスケに6から3、6から2、7から5で勝利し、クロアチアの決勝進出を決めた。決勝では、アルゼンチンと対戦。第1試合で、 フェデリコ・デルボニスに6から3、7から5、3から6、1から6、6から2で勝利。第3試合のダブルスは、ドディグと組んで、7から6、7から6、6から3で勝利。第4試合は、フアン・マルティン・デル・ポトロから第1、2セットを取り、第3セット5から5まで追い詰めるも、そこから、デル・ポトロが逆転し、七から六、六から二、五から七、四から六。 3から6で敗れた。第5試合でデルボニスがイボカルロビッチに勝利したため、アルゼンチンが優勝。クロアチアは、準優勝となった。年間最終ランキングは、自己最高の6位となった。全豪オープンでは2回戦で、ダニエル・エバンスに敗れた。春の北米マスターズでは、テイラー・フリッツとジェレミー・シャルディ相手に2大会、連続の初戦敗退を喫した。 イスタンブールオープンでは、第1シードミロシュラオニッチを下し優勝。全仏オープンでは、順当に勝ち進み全仏オープンでは、初めての準々決勝に進出したものの、第3シードのスタンマウリンカに敗れた。エイゴン選手権では決勝に進出したが、フェリシアーノ・ロペスに敗れた。ウィンブルドン選手権は、第7シードで出場。準決勝で、 世界ランク1位、第1シードのアンディ・マリーを破った、サムクエリーに勝利し初の決勝進出を果たす。決勝で、ロジャー・フェデラーに3から6、1から6、4から6のストレートで敗れ準優勝。2度目のグランドスラム優勝はならなかった。全米オープンでは3回戦で敗退するも、9月11日付のランキングで、初のトップ5位 10月の上海マスターズでベスト4に入り、10月16日付のランキングで自己最高の4位を記録した。ATP ファイナルズでは全敗し、ラウンドロビン敗退となった。最終ランキングは6位。全豪オープンでは、第1シードのラファエル・ナダル、カイル・エド・マンドラを破って、初の決勝進出を果たす。ロジャー・フェデラーに2から6、7から6。 3から6、6から3、1から6で敗れ順位優勝となったが、この大会で、フェデラーから、唯一セットを獲得した。これにより翌週付けの世界ランキングを自己最高の3位とした。欧州クレイコートシーズン初戦、第2シードとして出場した、モンテカルロマスターズでは準々決勝に進出した、ものの西コリケに2年半ぶりに敗北した。 この大会で膝を痛め、ムチュア・マドリード・オープンは欠場した。全仏オープンでは2年連続で準々決勝に進出するが、フアン・マルティン・デル・ポトロに敗れた。6月のゲリー・ウェバー・オープンは、決勝で、ノバク・ジョコビッチに勝利し、ツアー18勝目を挙げる。しかし前年に準優勝したウィンブルドン選手権は2回戦で、ギド・ページャに、ウテン・ジュニンから再開後に、 逆転負けを喫した。全米オープンでは3回戦で、アレックス・デミノーを2セットダウンからの逆転で破り、4回戦では、第10シードのダビドを5ファンにストレート勝ちを収めるが、準々決勝で、第21シードにしこり計26からに4から6、6から7、6から4、4から6のフルセットで敗退した。ATP ファイナルズは1勝2敗に終わった。 最終ランキングは7位。フランスと対戦したデビスカップ決勝ではシングルス2試合に出場。ジョーイ・ウィルフ・リード・ツンガとルカ・プイユに勝利し2005年以来のクロアチアの優勝に貢献した。また自身初のデビスカップ優勝となった。2019年全豪オープンは4回戦でロベルト・バウティスター・グートにフルセットの末敗れた。春の大会では 早期敗退が続き、約2年半ぶりに、トップ10から陥落した。ムチはマドリードオープンでベスト8入りしたが、準々決勝は食中毒のため棄権した。全仏オープンは2回戦で、グリゴール・ディミトロフにフルセットの末敗れた。ウィンブルドン選手権は2回戦で、ジョアン・ソーザに敗退。全米オープンでは4回戦まで進出した。 2007年以来となるツアー優勝なしで年間最終ランキングは39位に下がった。年始の ATP カップではクロアチア代表として出場。グループステージでクロアチアはオーストリア、ポーランド、アルゼンチンと対決することになった。チリッチはオーストリア、ポーランド戦で勝利し、アルゼンチン戦ではギドペラに敗れた。結果は2勝1敗。 アルゼンチンと金差でクロアチアはラウンドロビン敗退となった。全豪オープンは3回戦で当時世界9位のロベルト・バウティスター・アグトを6から7、6から4、6から0、5から7、6から3のフルセットで破って4回戦まで進み2019年のリベンジを果たした。4回戦ではミロシュラ・オニッチに4から6、3から6、5から7のストレートで破れた。 その後の大会では上位まで行くことができず、全米オープンは3回戦で、今大会優勝する、トミニクチームに2から6、2から6、6から3、3から6で敗退。全仏オープンは、初戦で、チームに当たり、4から6、3から6、3から3のストレートで敗退した。2020年は、新型コロナウイルスの影響もあり、ツアーが少なく、 チリッチ自身も不調のため4回戦先まで進出することができず、結果が振るわなかった。年間最終ランキングは42位。全豪オープンでは1回戦で、第18シードのグリゴールディミトロフと対決し、4から6、2から3、6から7のストレートで敗れた。全仏オープンでは初戦を突破して2回戦では、 第8シードのロジャー・フェデラーに2から6、6から2、6から7、2から6で敗退。しかし、その後のシュトゥットガルトーオープンでは決勝まで進出。ツアー初優勝を目指すフェリックス・オジェアリア・アシムに7から6、6から3で勝利し、3年ぶりのツアー優勝。ツアー19勝目を記録した。ウィンブルドンでは3回戦まで進出し、 第2シードのダニール・メドベージェフに7から6、6から3、3から6、3から6、2から6の日をまたいでの熱戦の末、フルセットで敗れた。東京五輪では、シングルスは2回戦で、パブロ・カレーニョ・ブスタに敗退したものの、ダブルスでは、同胞のイワン・ド・ディグと組決勝まで進出し、銀メダルを獲得した。全米オープンでは、 第30シードとして出場したが1回戦のフィリップ、コールシュライバー戦で7から6、7から6、2から6、1から6、0から2の時点で途中棄権。サンクトペテルブルクオープンでは決勝でテイラー・フリッツに勝利しツアー20勝目を挙げた。長身から放たれる高速サーブと安定したバックハンドショットが武器。サーブはこれまで体格の割に スピードが出ていなかったが、同じく、サーブを武器としたご覧岩にセビッチをコーチにつけることにより、威力が増加した。シングルス、3シングルス、1W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、 A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス。Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。2013年ウィンブルドン2回戦の不戦敗は、通算成績に含まない。 ありがとうございます。